毎日100年で25年整体をやっていて、昔の人の体、20年前の日本人の体と今の現代人の日本人の体とですね、すごく違っている点が、あると。でそれが何かというと、守るための緊張がね、すごく強く入っているということです。この守るための緊張は、脳に納得させて解除していかなければならないので、揉んだりですね、ストレッチをかけたり運動したりしては取れないという問題なんですが、派手にやればですね、皆さんこういう形ですごい力を入れてしまっている。守るために内臓がね、こうねじれないように、下がらないように、脳がねじれないように、であとは、怖いだとかね、心配だとか、いろんなところからこう守るシステムが、腕に特に顕著に入っているために、この緊張を抜かずにですね、例えば昨日も今日もですね、このトランポリンをね、最初にやってもらって、すごくこんな感じで、トランポリンでやるとね、健康にいいですかっていう話で、じゃあちょっとやってみてっていう形で、この緊張を抜いた後ですね、もう一回飛んでもらうと、もう全然違いますね。こうやって腕がダランダランってなって、これは気持ちがいいです。もう最初とやったのと全然違いますねという話をしてくださいました。ということはですね、トランポリンが体にいいか悪いか、これはその人の緊張によって違うという話です。例えば今ぶら下がり健康器にしてもそうなんですけども、昔は、腕が緩んでいる状態でこうなってしっかり伸ばされて気持ちがいいだったんだけども、現代人は腕がすごい緊張しているので、これをぶら下がった瞬間すごい力でこうなってで、乗れば乗るほどなんか疲れちゃったみたいな形で。で、今、ぶら下がり健康器もね、皆さん使わなくなったという、それが理由じゃないかなというふうに思います。ぜひね、このトランポリンの、施術前のと後のね、トランポリンの飛び方も全然違うということは、私の施術がね、この、守るための緊張が抜ける施術がね、成功したということの証だと考えています。こういったことがね、できるのは、日本で、世界で、ただ一人、のような気がします。ぜひね、普通の整体では味わえない、守るための緊張を取る、テクニックですね。その前に、その守るべき中心をね、しっかり作るということがまず大事なんですけども、そこもね、できて、もう一つできる2つの、守るべきものを直して、そして今度は守ってくれてたものを解除する、そういう整体になります。愛知県でやってますけども、東京、大阪もですね、コロナが収まってきたらですね、